ホワイトビーチ地区とは、沖縄県うるま市に所在する在日アメリカ海軍の港湾施設である。ホワイトビーチ地区と、その訓練空域、海域、活連半島南側と、西側一帯、および西側の大きな炎上の海域一帯が、ホワイトビーチ地区の空域海域になる。1941年、旧日本軍が陸軍戦車部隊の駐屯地として使用。 1945年4月、米軍により占領され使用開始。1972年5月15日、ホワイトビーチ港海軍施設、カツレン半島陸軍地区、ホワイトビーチ貯油施設、カデナ第二サイト及び、西原第二陸軍補助施設が統合され、ホワイトビーチ地区として提供開始。西原第二陸軍補助施設の約27万5千。 平方メートルを海上自衛隊沖縄基地隊に引き継ぐ。沖縄県の米軍訓練空域について沖縄返還協定の1972年時点で15区域とされてきたが、1997年3月25日、さらに5カ所の区域が日米間の秘密合意で設定されていることが明らかになった。いわゆる5.15メモと呼ばれるもので。 長らく秘密事項とされていたが、沖縄県の度重なる要請により1997年3月25日に、やっと開示された。その後区域の一つが、ホワイトビーチ区域で、同様にメモで明らかになったキャンプシュワブ区域、キャンプコートニー区域、キャンプマクトリアス区域、と合わせ、北西海岸の広大な米軍の訓練会、空域を構成する。 ホワイトビーチ地区の空域と海域国立アメリカ空軍博物館に展示されている CGM-13B は1971年まで実際に沖縄に配備されていたもの。沖縄のメース B 配備は1962年10月から始まった。のメース B 配備、ホワイトビーチのかつてのカデナ第二サイト区域は米空軍カデナ基地を拠点とする。 第5空軍第498戦術ミサイル軍の管理下にあり、ここもメースー基地になっていた。1976年12月31日、ホワイトビーチ地区内のカデナ第2サイトメースー基地を変換。沖縄における地対空ミサイル、ナイキハーアキュリーズの配備のための基地の建設は1958年11月に始まった。 8カ所のナイキサイトが建設されたが、そのうちの一つが、ホワイトビーチ地区の西原陸軍補助施設である。1961年、低高度用迎撃用のフォークミサイルが配備された。ホワイトビーチは、1972年の沖縄返還から604回原子力空母や原子力潜水艦の機構を許している。ウルマは原子力軍艦の中止を日本政府に要請し、 気候を容認している国の責任において避難訓練の実施や放射能防護機材等の整備を求めている。ホワイトビーチ地区の二つの桟橋。長い方が米海軍、短い方が米陸軍のものである。ホワイトビーチにやってきたボノムリシャール。ホワイトビーチ地区はカツレン半島の先端部にある。白車が美しい海岸に二つの包みが突き出ており。 その先端にそれぞれ桟橋が設けられている。それぞれはアメリカ海軍桟橋とアメリカ陸軍桟橋と呼ばれており、アメリカ軍向けの補給物資の揚陸全般、アメリカ海軍艦船への補給として使われている。また、この施設は原子力潜水艦などが補給及び維持等を行う飛行地となっており、有事の際は空母や強襲揚陸艦へのアメリカ海兵隊員の 登場にも使用される。2012年4月から、長崎県佐世保基地の教習揚陸艦ボノムリシャール、配備により、同艦も寄港するようになった。在中前海兵隊員の沖縄からの出入り及び、ホテルホテル訓練区域、インディアインディア訓練、マイクマイク訓練区域等の水域及び空域での、演習訓練の際の兵員の輸送、武器、 弾薬等軍需物資の補給基地として常時活発に活用されている。ホワイトビーチ地区の北側のホワイトビーチ港海軍施設が沖縄返還条約で海上自衛隊に移管され沖縄における拠点沖縄基地隊の本部となった。さらにフォークミサイルが配備されていた西原第二陸軍補助施設は陸上自衛隊の活連校舎教育訓練場。 活ツン分屯地に移管され、ミサイル基地を引き継いだ。これにより、この一帯に、アメリカ海軍と陸軍、そして、日本の海上自衛隊と陸上自衛隊が隣接して存在することとなり、事実上米軍と自衛隊の一体化した動きを可能なものにしている。海時沖縄基地対陸自活ツン分屯地近年、米軍進駐後に強制接収された。 県内の土地が地権者に返還されつつあるが、上述のように源泉が入港可能な港という軍事戦略上の性質から、ホワイトビーチ地区は、米軍が返還を渋る、最重要拠点だと思われる。なお、アフガニスタン・イラク戦争へ派遣される軍艦は、基本的にアメリカ本国から一度ホワイトビーチに寄港し、隊員の健康管理やエネルギー補給などを行う。 土地を米軍に強制接収された人々に対して土地の賃貸量が国からの土地接収に対する保障という形で支給されているが相続税を払うことができないなどの理由から手放す人も多く本来は土地を強制的に接収された人々への保償のはずが手堅い投資として注目され本土の市場で売り買いされている実態がある この軍用治療を利息と見立てた不動産投資物件として売買される事態は全くの本末転倒であるとガベマサキは見ている。AB-FAC 6048ホワイトビーチ地区沖縄県 www.pref.okinawa.jp、ok、2020年2月29日閲覧沖縄県知事皇室基地対策課 沖縄の米軍基地5.15メモの詳しい、経緯はこちら。沖縄県地対策課沖縄の米軍基地平成20年3月、第三節施設分解委員会覚書き、沖縄県基地対策課、第三節施設分解委員会覚書き、沖縄の核抜き変換に関する質問収書、www.shugin.go.jp 2021年1月30日閲覧。原子力軍艦の気候基地政策姿勢、財政、議会、選挙、統計、基地、購買等うるまし役所。www.city.uruma.lg.jp。2021年1月24日閲覧。沖縄県、米軍基地環境カルテ、日米合同委員会が11件合意。 沖縄米施設4県使用、旅行業界、航空業界最新情報航空新聞社。2021年1月24日閲覧。沖縄県、沖縄の米軍及び自衛隊基地平成27年3月、AB、思いやり予算、そろそろやめませんか。ビデオニュースドットコム、出演、田岡俊次。2010年3月4日閲覧。 2009年2月25日放送、基地の土地が売買される沖縄で、何が ?NHK クローズアップ現代。2010年3月4日閲覧。ありがとうございます。